ボンジュー、岩佐正明です。ハッピーアニバーサリーアンシーフェスティバル。アンシーはもともと大好きな映画祭でしたが、ルーの歌でクリスタル賞をいただいてからは特別な場所になりました。今でも芝生に寝転がって自分たちの映画を見るのが夢です。末永く続いてください。また会う日まで。